はい、皆さん人生楽しんでますでしょうか。マサです。今ですね、緊急で動画を回しております。ちょっとびっくりしたことがあったんですよ。まあ今大統領選だのなんだのとかってね、結構盛り上がってヒートアップしてる感じなんですけど、最近ですね、これ日本のメディアで全然言ってないんですけど、Facebook のマーク・ザッカーバーグが議会宛てに書面でそのバイデン政権のプレッシャーというか脅しで結構投稿を削除を、しろというふうに、まあ、言われてプレッシャーをこう受けていて、で、削除をしていたりとか、まあ、要はコロナ のワクチンですよね。ワクチンに関しての時からの、まあ、反対意見ですよね。民主党に対する反対意見とかを全部、まあ、削除してたりとか、都合の悪いことを、まあ、削除してたり、もちろんあとは2020年のバイデン政権に変わった時の選挙の、まあ、コントロールですね、センサーをコントロールしてたということで、民主党に、まあ、不利になることを全部、まあ、削除していたっていうことを、まあ、書面でね、証言しちゃったんですよね、最近ね。 Far West Life。 これ僕かなり衝撃なんですよ。マーク・ザッカーバーグってもうかなりの左寄りで、絶対そういうこと認めないかなって僕思ってたんですよ。何があったのかね、めちゃくちゃ不思議なんですけど、彼が自分で認めてそれ言ってるわけなんですよ。どういう感じで彼が心変わりしたのか、ちょっとわからないんですけど、まあ、要はバイデン政権からの、まあ、プレッシャーでっていうことになってるんですけど、これがどこまでの脅しなのかっていうのが、まあ、明らかになってないんですよ。まあ、これがね、お金とかを渡して、削除させたりとかしてたのか、まあ、それとも何かでこう脅して、まあ、削除しなかったりね、自分たちの言うことを聞かなかったら、後でこういう結果になるぞみたいな感じで脅してたのか、誰かを使って遠回しで脅してたのかというのはちょっとわからないんですけどね、まだね。多分そのうち分かってくるかなと思うんですけど、これね、絶対日本のメディアで言わないですよ。僕ね、アメリカのニュースで、これ他のまあアメリカの YouTuber とかもね、バーってこれ言ってるんですけど、絶対ヤフーニュースとかなんか他でもいろいろ出てくるかなって思ったら、全く日本のニュースに出てこないんですよね。だからまあ日本もやっぱり都合の悪いことは報道してないんですよ。だから都合のいいところだけを切り取ってやってるんで、余計にまあトランプがめちゃくちゃ言ってるみたいな感じになってるんですけどね。まあ実際に民主党も共和党も両方ともボロカスにお互いのことを言ってるんで、どっちもどっちなんですよ。どっちがいいとかじゃなくて、もうほんまどっちもどっちなんですよ。ただ単にそれを切り取ってうまく編集してるのかなんか知らないですけど、まあ、それでめちゃくちゃトランプを見栄え悪くしてるみたいな、印象は今回もかなり感じましたよね。しかもこのザッカーバーグのこの件はびっくりしましたよね。ちょっと彼にほんまに何があったのかちょっと不思議なんですけど、まあ、あくまで僕の予想ですけどね、ちょっと2つ、まあ、理由考えられますよね。まあ、1つはですね、その行き過ぎた左の政策がもう度を越しすぎて、あ、もうこれやりすぎだわと思ってさすがに考えを変えたのか、まあ、もう一つはですね、 IT 系とかってほら、サンフランシスコとかあの辺に全部会社大きなの固まってましたよね。それが今サンフランシスコの治安とかめちゃくちゃ悪くなって、どんどんいろんな有名企業が撤退してるわけですよね。でそうなったら自分の立場もだんだん悪くなってきたから、この辺りでさすがに、政府がやったことをチクったれって思ったのかもしれないですよね。ちょっとね、本当のところはわからないんですけど、はい、こういうことがあったんですよ。なのでちょっとこれはぜひ知っておいてほしいなと思うんですよね。はい、すいません。あとソーシャルメディアのコントロール以外にもですね、コロナ禍の時にバイデン政権がこうワクチンの強制みたいな感じでガーッと、やっててですね、まあ、特に公務員ですよね、政府機関で働く人たちがワクチン打ってないと、仕事に復帰できないとかクビだとか、そういう風な感じになってましたよね。そっちの方が独裁じゃないですか。まあ、僕アメリカに住んでる外国人でお前政府機関関係ないやろとかっていう風にね、思ってる方もいるかもしれないんですけど、僕の仕事自体は政府機関の仕事ではないんだけど、
グランドキャニオンとかいわゆる国が運営しているナショナルパークサービスっていう観光局があるんですよね。でそこの政府機関の人もまあそうだったっていう感じのもあるし、であとはですね、そのナショナルパークサービスの中、つまりグランドキャニオンとかいわゆるそのナショナルパークサービスの管轄の中で、ガイドをしたり、まあ、仕事をね、する上ではワクチンを打っている人じゃないと仕事をしてはいけませんよっていう法案がもうちょっとで通りそうだったんですよ。だけど保守派のまあレンジャーたちが反対したのか抑えていたのか分かんないんですけど、もうすぐそうなるよ、もうすぐそうなるよって言われて、ギリギリ保守派が押し通したんですよ。だからギリギリナショナルパークサービスは大丈夫だったんですよ。だから僕もそうだし他のガイドさんもそうなんだけど、ワクチンを打っているツアーガイドじゃないともうちょっとで仕事を全部失うところだったんですよ。これシャレになんないですよね。だって何にも悪いことしないですよ。だってワクチンって任意じゃないですか。それを強制して仕事を取り上げるって、これ十分独裁ですよね。はい。でそれやってんのがトランプ政権かバイデン政権かどっちですか。バイデンですよね。じゃあトランプが独裁っていうのはちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思いますよね。トランプのことを独裁者独裁者とか、ナチスとかヒットラーとかなんかね、意見言ってるんですけど、今言ったことを、まとめてみたらどっちの方が独裁っぽいかっていうのはもう明白ですよね。むしろトランプじゃなくてそうやって無理やり脅してね、削除させてたりとかね、ソーシャルメディアまでコントロールしてたってなったら、そっちの方が独裁に近いんじゃないかなって、僕個人ではまあ思うんですよね。なんか僕がこういう配信をしてると、いかにもなんかすごい熱狂的なトランプの信者みたいな感じですごい思われたりとか、お前はトランプ支持者なのかとかすごい言ってこられるんですけど、ぶっちゃけね、そのトランプの支持者とか熱狂的なファンじゃないんですよね。もう本当にこれね、僕前の動画でも言ってるんですけど、もうポリコレが大嫌いだし、ポリコレを押したり行き過ぎた左の政策をするのはもうやりすぎでね、ちょっともういい加減にしてくれと思ってるんで、共和党じゃなくたっていいんですよ。民主党でもそれこそね、全然まともだなと自分が思うことを、発言してる人だったら僕はね支持したいなって、まあ、思うんですけど、ただやっぱりねメディアとかね、有名人が、まあ、どれだけトランプをね、批判しようと、どれだけバイデン政権を応援しようとですね、今回このバイデン政権になってから苦しんだ人たちっていうのはやっぱり中間層にいっぱい僕、まあ隠れてるっていうわけじゃないですけど、いると思うんですよ。そういう人はやっぱりね、ハリス選ばないんですよ。まあただですね、やっぱり大統領選は激戦州で決まるっていうところもあるので、まあその激戦州の中にこういった人たちがどのぐらいいるのかなっていうのも、ポイントになってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ今後どうなるのかっていうのはもう本当に何が起こるかわからないっていうのはもう僕もずっと常に思ってるんで、まあ様子を見守っていきたいなと思います。でまあ今までね、こういう民主党がね、こういうことをね、例えば Facebook でも他のソーシャルメディアとか、例えばイーロン・マスクになる前の Twitter とかでもそうですけどね、イーロン・マスクが X に変えてからもちろんイーロン・マスクは、共和党支持なんで全然関係ないと思うんですけど、まあ、その前の Twitter の時とかはちょっと今もうすでに CEO が変わっちゃってるんでね、イーロン・マスクに変わってるんでちょっとどこまで分かるのかっていうのはちょっと謎ですけどね、明らかにそのソーシャルネットワークを使って、まあ、不正ではないにしろ、プレッシャーを与えて、コントロールしてると、まあ、当時はですね言論の自由が守られてなかったっていう、まあ、ことで、結構民主党を批判したら、いやお前らそれは陰謀論だとかね、洗脳されてるとか、あとは根拠のない嘘を言うなとか言ってすごい、まあ、批判が来てたんですけど、今回のザッカーバーグのこの、暴露により、完全にバレましたよね。そういうことを手を回して、まあ、言ってたと。まあそれもですね、まあそれは根拠のない嘘だとか言って、言われてたんですけど、まあ今回の
このザッカーバーグの件でまたどんどんいろいろボロが出てくるというかね、事実が明らかになってくるんじゃないかなというふうに思います。でまあ結構ね批判コメント来るんですけど、あの批判コメントの中にですね、あのトランプは独裁者だ、トランプがあの大統領になったら国はめちゃくちゃになるみたいな、まあ、そういうあのコメントとかが、来てるんですよね。でまあここでそのトランプ独裁者だって言ってる人にちょっと僕質問したいんですけど、あのトランプって一回大統領になってますよね。でその時って全然独裁なんかしてなかったですよね。むしろ今の政権の経済状況とかより全然良かったですよね。だからその彼の性格がなんか悪かろうが、彼が不倫しようが、人間的になんかそんなはちゃめちゃなこと言ってるとかなんとかって言ってようがですね、あの僕がまあアメリカで中間層として生活してる中では、まあ、まだ彼の大統領時代の方が全然まともだったなっていうまあ意見なんですよ。これちょっとね言いたかったんですよね。 Far West Life。はい、ということでちょっと今ね緊急で動画を回させていただいたんですけど、ちょっと僕自身もびっくりしたニュースを見たんでね、シェアさせていただきました。まあ、今回の件に関しましてもですね、まあ、あの僕に対しての反対意見とかももちろんあると思うんで、あの反対意見の人はですね、まあ、前の動画でも言ってるんですけど、理論的にこう説明してくれない人が多いんで、お前間違ってるとか、お前洗脳されてるとか、あのもうそれだけなんですよ。反対意見の人って結構感情論的なあの返信が多いので、まあ、あの全然あの反対コメントとかいただいてももちろんあのいいので、もし反対の意見ある場合はですね、まあ、むしろ僕もそれ聞きたいので、よかったらちょっと理論的にね、具体例とかを挙げて説明していただいたらと思います。はい、ということで、今回は以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。それではまた次のファーウェストライフでお会いしましょう。バイバイ。